大見八景は日本の大見国に見られる優れた風景から八景の様式にのっとって八つを選んだ風景評価の一つであるの八つのこと。現在では石山の秋月などと表しもするが、旧来のは記さずに読む。中国古南省の道帝港及び昇降から、 支流の小水にかけて見られる典型的な水の情景を集めて描いた小小八景図になぞらえて、琵琶湖の南部から八箇所の名称を選んだものである。八景としては日本で最も初期に選定された。明王九年に大見国に滞在したもと、関白のこの絵聖火が当地にちなんでの和歌発を読んだとする資料もあるが、当時の聖火の日記、後方向隠記の調査により、 聖火が大海に滞在して、大海八景の和歌を読んだとされる名王を9年8月13日は、外出せず、自邸にこもっていたことが判明している。また、江戸後期の歌人、友野よもぎ家は、慶長期の関白、この絵信忠寺室の大海八景和歌巻子を、知人の下で観覧し、その奥書きに、現行の大海八景と同様の名所と情景の、取り合わせに至る八景成立の経緯が、 紹介されている。よって、現在ではこの記事に基づき、現行の大見八景の成立は、この絵のぶただによるものとする見方が有力となっている。実際、成果によって、大見八景が成立したとなると、室町時代に制作された大見八景図の異例が、存在しても良いのであるが、そのような作例は確認されていない。大見八景の絵画作品の登場が17世紀後期。 以降であることを考えると、先行すべき和歌の成立が17世紀初期であるのは自然である。江戸後期の浮世絵師、歌川広重によって描かれた西木絵による名所へ揃い物、大見八景は彼の代表作の一つであり、かつ、大見八景の代表作である。名所へ揃い物の,の大作である、保英堂版、東海道五十三が成功を収めた後を受けて、天保五年頃、 半元、保衛堂によって刊行された。全八図。大見八景の地名をすべて含んだ教科として、江戸後期の文人、大田南保が読んだと伝わる以下の教科が知られている。載せたから、先は、あわずかだのかご平石山やわせらしいてみに乗せたから、先は、あわずか田たのかご平石山やわせらしいてみいこの歌は、大田南保が京へ登ろうとせたの唐橋に来たとき、 近江八景の題目八つのすべてを三十一文字の歌の中に入れて読んだら、籠台をタダにしてやると籠屋に問われ、歌ってみせたものとされている。この逸話は講談によって広まり、落語、近江八景の枕となる小話の中でも紹介される場合がある。また、松尾芭蕉が気候文、奥の細道の作成のため、鶴賀に立ち寄った際読んだ句である、国々の八景さらに、 ケヒの月の国々の八景は、大見百景だとされている。なお、福井県鶴ヶ市のケヒ神宮の境内には、この区を含む、下世市、湯行の持てる砂の上、古き名の角地下や小石秋の月、がついつく金は沈留海の底、明月や北国日より定めなきの極が刻まれた、場所を大月極の区比がある。明治三十三年に、大和田武器が作詞した、 鉄道昇華第一周東海道編では、竹木が強い関心を持っていたためか、大見八景をわざわざ歌詞を裂いてまですべて歌い込んでいる。なお、歌詞に歌い込まれた地域には発表後しばらく経った大正時代に高和歌鉄道線、その後の昭和49年に湖西線が開通している。大見八景地図。ありがとうございます。